はい、どうもです。おはようでございます。今日はね、こちら作ってきました。3人前焼きそばでございます。親父特製3人前焼きそばですね。親父というと結構多いのが焼きそばと角煮と唐揚げと、まあそこら辺がちょっと多いと思うんですけども、定番ではありますけどもね、焼きそば久しぶりに食べたかったんで作ってきました。簡単にね、豚肉、キャベツ、もやし、そして揚げ玉をちょっと入れてありますね。コクを出すのにね。で、ちょっと高い青のりと紅生姜かけておりますのでね、これでちょっと食べていこうと思います。ちょっとね、冒頭部分だけなんですけどもね、ちょっと健康診断もあるんでね、全部食べないですけども、ちょっとね、少し食べていこうと思います。いただきます。よろしくお願いします。よし、まあ、いただきますと言ったんですけどね、1日分の野菜をね、ちゃんと取っとかないと。よし。もう1日分以上の野菜を取っております。はい、いただきます。ちょっと混ぜてね、湯気が出るのがわかるかな。ちょっとソースもブレンドなんかしてみてね。いや、美味しそう、美味しそうだけど熱そう。すぐうまい。やっぱ焼きそば美味しいな。焼きそば好きだな、やっぱりな。まあお肉は少なめです。まあキャベツが小玉ですけど半分と、もやし1袋 200g。 あ、味いいわ。あ、キャベツ美味しい。まだ春キャベツには早いから。確か千葉県産だったから地のもの。あっかい。一応ご飯は用意してます。アメージング。揚げ玉がね、いい味出してる。ちゃんと天ぷら出た後に出る揚げ玉だから、キャベツ甘っ。ごめん、ちょっと揺れちゃってる。キャベツ多い。
うん、めっちゃおいしい。じゃあここまでにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。バイバイ。焼きそばおいしい。